さあ、ではマロを見つけに行くんじゃないかな。待てー。あのワニのやついたな。待てー。あ、やばい、これはちょっとダメなんだ。マロが泣くと、もうダメだ、おじいちゃんにもらったコインが盗まれちゃった。ああ、どうしよう、ダメだ、泣いちゃダメだ。泣くとね、マロが泣くと男は辛いということ、泣いちゃダメなんだ。ああ、天気が、これもヤフーの天気情報で雨が降ってくるよ。ダメだいやいや、織田裕二を思い出して来た。あー、マロめっちゃ泣いてる。あ、はい、あ、濡れちゃいますね。冷静かよ。かわいい、もう大丈夫です、すみません。うん、泣いた後ってすっきり。なんで泣いてたんだっけ。おいおい、あ、そうそう、おじいちゃんに頼まれてお疲れでしたが、この町に来たら気ざったらしいワニが近づいてきて、そう、大事な声に盗まれて追いかけ、素晴らしくて追いつけないんです。マリオ、得意のジャンプ見たいな。それクッパやっつけるかっこいい。え、あなたがマリオさん。知っていますよ、もちろんジャンプが得意なこと。僕はケロケロ湖から来たカエルのマロと言います。カエルだけどジャンプが全く苦手なんです。どうかお願いです。泥棒バニーを一緒に使うんで。いやー、いいよ。ありがとうございます。シンプル。どう見てもカエルには見えない、泣くと雨を呼ぶ男の子。マロが仲間になりました。さあ、二人になったぞ。オッケーオッケー。旅のアルバムを追加するので、これまでの冒険を振り返ることができます。ああ、そうかそう。おじいさん、実は。はいはい、お前のおじいさんが聞いてるおじいさんの大好きなおやつにはちょっと待つ。おじいさん、実は泥棒にコインを盗まれちゃったんです。なんと、じゃあこれはあの鳥コインと引き換えって約束じゃからな。ああ、でも大丈夫です。こちらにマリオさんが助けてくれ。ほう、マリオが行くのはきっと大丈夫だよ。早く取り返してきなさい。待ってるぞ。おっと、これを持ってきて。お、センキュー、おっさん。マリオさん、マリオさん。見ました、見ました。怪しいやつが、たった今、ここを取ってきました。私、こんなマリオでした。やらすな。そうです。そいつが僕のコインを、なんで捕まえてくれなかったんですか。見張りですから。待てー。いいよ、捕まえなんて100年早いね。バイバイ。おお、待て待て待て。止めろ、止めろ。あー、いつです。マリオさん、早く泳ぎましょう。マリオさん、これ、あ、なんかくれる。あ、地図をもらった。あ、ファストラできる、まさか。よし、行こう。とりあえず行こう。泥棒ロード。そんなわけないだろ、泥棒ロードって。マリオさん、北の船入ってない。さあ、捕まえちゃいましょう。お、すごい坊主ね。子供を家に帰りなさい。ミーはすごい人。ちょっと待って、経験値が。カエルだから。これじゃ無理ね。ゆうたち、この扉の中に。隠した宝箱あり。こういう分かりやすいとこにさ。あったりするもんでしょ。 FP 回復してんの、マロ。まあいいか。おお、ここまで来るとはすっごいね。でも絶対ミーには追いつけない。来てるなー、昔と。あ、これ。俺もう分かったよ。ゆるき、逃げ、全部やこれ。絶対嘘。というのは、嘘ってして。来た。黒子。ファイヤーボール
パーフェクト。あーちいちいち。もう一度。おるる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 おじいちゃんまた大事なものに返さないとこうだぞすごい尻尾に火ついたキックでお返しです。そんなこぎたくない一瞬一瞬にならないから返してやります。いやいやこれすごい大事だから。またコインを取り返してカエルコインめっちゃ大事や。ラーカプセル起きた。やっとおじいちゃんのコインだ。皆さんありがとうございます。これでやっとお使いができます。はい、このやつ財布まで落としていきましょう。なんか財布盗まれたやついたな。あ、地図を使って戻りましょう。で地図でファストラできるということなので、これすごいね。これ新しくなったの。え、ちょっと待って、ちょ大変なことに敵めっちゃおる。パキューマリオの攻撃がいまいちよく効かないな。あ、助けて。あ、返す。いいよ。ありがとう。フラワーカプセル。お、すげえ。フラワーカプセル。あ、これ使わない、使わない。俺結構次に出てくるボス結構好きだタイプだったけどさ。あの、ラブって意味じゃなくて、ライク。ああ、すごいこれ、すごい。次のレベルが36。あれ、ボス行くか。多分ボス戦でしょ。おー来た。あっという間に逃げちゃった。こんな次のお城が今日から僕らのスイートホーム。跳ねて作業はとにかく楽しい。邪魔するやつは嫌し。だからよろしとにかく跳ねろ。面白い。ちょい待ち。お前一緒に跳ねてない。そういうやつはこうだ。おーいみんな、みんなの楽しみ邪魔するやつがいるぞ。ケンゾール、そんなやつはどういうやつだ。失礼、マリコ、身のほど知らず。ヒゲ、ヒゲはちょっと、ああ、